こんにちは、クニネムです。今日はですね、ちょっと車走らせて、テスト走行ですね、そして、オイル漏れの確認したいと思います。いろいろ、メンテしましたんで、デフと、あと、プロペラシャフトですね。で、それが刺さる、前側は、トランスファー、そこのオイルシールも変えてますんで、ちょっと走らせて、その交換したオイルシールからですね、漏れがないかどうか確認したいかなと思います。テスト走行する前にまず、今現状漏れてないか確認しまして、その後ちょっと走らせてみたいと思います。まずデフですね。デフのカバー一回外してますんで、このデフのオイル漏れを見ます。大丈夫ですね。現状は漏れてません。そしたらデフの前側とトランスミッション側を見ていきますね。これがデフの前側、ピニオンですね。ここですね。ここのシールを変えてます。今は現状漏れてないですね。で、次こちら。これトランスファーで、ここにプロペラシャフトがこう刺さってますけども。交換したシールがこれです。これね、取り付けるときにグリスやらいろいろ塗って、それ拭き忘れてるんで、これグリスが、ついてますね。これを取っときます。漏れではないはずです。大丈夫だと思います。とすれば、ここでこの穴でこのヨークが入ってる部分ですね。これで、テスト走行したいと思います。今テスト走行走ってますけども、すこぶる調子がいいですね。でまた結局前乗ってからどれぐらい経つの？ 1 ヶ月ぐらい経つんかな。全然乗ってない。久しぶりに乗りましたけど、前も何回も言ってたと思いますけど、 めちゃめちゃ乗り心地良くなってきてます。なんかもう完全に普通の車やって前言うてましたけど、本当そんな感じ。前よりなんかさらに良くなったように感じるな。 なんでやろ、なんでかわからないんですけど、デフオイル変えただけなんですけどね。いやいや、もう本当に調子が良くなってきてますね。でまああれやこれやとこう一連の作業をしながら、まあ分かってきたことがですね、前のオーナーさんあんまりメンテしてない人ですね。まあ、これを外れの中古車と言うんでしょうけれども、あちこちにですね、あ、メンテしてないなっていうのがこう感じられるというのがあります。ということで、これからですけども、
ボディの塗装を予定してましたけども、デカールがちょっとまだ届かないので、どうしようかなと思ってるんですけど、まあ塗装しながらのエンジン周りですね、そこもやっていこうかなと。それができますと、もうだいたい一安心というか、一通り危ないところはなくなるかなと思いますね。いやいや、本当に乗り心地よくなりました。エアコンが効かないんでね、窓開けて乗ってたんで、ちょっと風の音がうるさいかもしれないですけど、今閉めました。これ今カメラこう胸のポケットに入れて撮ってるんですけども、撮れてんのかなこれ。いやー、乗り心地は で、オイル漏れしてなかったらもう後ろ回り大体完了ということで、ちょっとお腹空いたからなんかうどんでも食べてから帰ります。このビデオを止めるタイミングがない。今気づいたらカーステが逆に入ってました。ちょっとサムネの写真を撮るために公園の駐車場に行こうと思います。気持ちいいわ。今日はドライブには最高の日ですね。今日何日やろ。今日10月14、15か14か、何日かもわからない。水曜日です。なんや、いっぱいやな。なんで？ガードマンまでいるもんな。もう最悪、このガラガラで写真撮ろうと思ってたのに。何これ？公園の駐車場なんかいっぱい。うわ、年寄りがもう、町の年寄りが全部ここに集まったんかな。
最悪。サムネの写真撮ろうと思ったのに。アストロテスト走行行きまして、まあ、あのデフオイル変えたり、まあ、あのプロペラシャフトの U ジョイントを変えた件でのテスト走行なんですけども、あの見ていただいた通り調子良かったんです。ただ帰りにですね、異常が出まして、あのデフから異音が鳴りました。もう最悪です。もうちょっとあのビデオ撮れてないんですけども、あのデフからゴーという異音です。加速時にはならず、あのエンジンブレーキとか、まあ、アクセルオフですね、であとブレーキ踏んだり、まあ、減速時になると、まあ、おそらくあのピニオンのナットの締め付け具合の不具合だと思います。まあ、あのやっぱりちゃんとせなあかんねやろなということですね。あの横着してインパクト使ったり、まあ、大体の元の位置にというやり方が良くなかったと思います。でこれ実は深刻でして、おそらく、まあ、締め付け具合の変更でも治らないと思います。デフをばらして、まあ、中のね部品を変えたりしないといけないかなと。もう異音が鳴ってるんでベアリングもダメになってる可能性もすごくありますんで、もうあのだいぶへこんでおります。でですね、あのちょっとデフのオーバーホールやったことないですし、構造もよく分かってないんで、とりあえず最後にできる悪あがきとしてナットの締め付けを一回やって走ってみようかなと思います。で現状その締め付けが足りないのか、締め付けすぎなのかもわからないんですよね。ただこの締め付け具合の調整というのは、まあ、中のスペーサーを潰しながら調整するんで、一回締め付けすぎるともう緩めるということはできないんですね。緩めた効果はないという、まあ仕組みになってるはずなんで、まあ、緩める方向に調整しても意味がないと。そしたらもう2分の1の確率にかけて締めて、まあ、万が一良くなればいいかなと、まあ、おそらくならないかなと思うんですけど、ちょっとあの増し締めという形をやってみたいと思います。まあ、それはですね、あのマーキングして締めた時に、まあ、以前の動画で見てもらったら分かるんですけど、位置があの正確に分からなくなってですね、まあ、あれやこれやしたっていうのもあったんで、あのもう一周本来は締めないといけない部分だったのかなとも思うんです。ということはあの締め付けが足りないという可能性もあるんで、まああの確率は低いですけれども、まあ、締めてどうなるか見て、まあ、おそらくダメなんで、まあ、どうしていくかその後また考えたいかなと思います。今テスト走行もう一回行ってきまして、でとりあえずデフの音は鳴りませんでした。4止まったと思います。ちょっと説明したいと思います。デフのイオンの件なんですけども、これデフを前側から見たところで、これがプロペラシャフトでピニオンのヨークがあってでデフと、で今回の作業でこのプロペラシャフトを外してヨークも外したと、コンパニオンフランジですね、で中のオイルシールを交換したんです。でこのヨークを外すときにこのピニオンのナットを外しました。で取り付けるときなんですけども、あのデフのピニオンのプリロードの調整をしながらつけないといけないんですけども、それが私できないんで、あのマーキングをして元のついてた位置に取り付けるという方法でしたんです。でそれがちょっと良くなかったみたいですね。それでピニオンのあのプリロードの締め付け具合が変わって、
異音が鳴ってたと。で、どんな異音かというと、運転してますと、後ろのフロア下からですね、まあ、デフの位置ですよね。そこから、うなり音ですね。ゴーといううなり音が鳴ります。で、運転し始めた時は、まあ、異音がなかったんですけども、どうでしょうかね。15分、20分ぐらい走りますと、異音が鳴り始めたと。加速時は鳴らずに、アクセルオフとブレーキの時になると。もうちょっと怖いぐらいの異音でしたね。で、今日やったことが、プロペラシャフトをまた外しまして、そのナットですね、ピニオンのナットを締め付けたんですね。で、これはプリロード調整するためのナットでもありますんで、締め付けすぎるともう元に戻らないんですね。中のカラーが潰れてしまいまして、まあ、潰れることでプリロードを調整してるんで、だけれども、まあ、締め付けすぎで異常なのか、締め付け足らずで異常なのか、まあ、それがわからなくて、で、締め付けすぎで異常であれば、もう、どうすることもできないというか、デフをばらして、中のその、カラーをね、交換してやらんとダメなんですけども、最悪、ベアリングもダメになってるかもしれないんですけど、最後のダメ元でですね、ちょっとジタバタしようということで、締め付け足らずで、まあ、緩んでいても異常であれば、締め付ければ治るという、こともあるかなと。で、締め付けました。で、せっかく作ったのに使わなかった周り止めの、工具も使いまして、3分の1回転ちょっとぐらいですね、締め付けました。すると結果から言いますと、異音は今20分ぐらいのテスト走行なんですけども、もう全くならなかったですね。で、まあ、アマチュアの方でこれから、まあ、こういう作業をするというとき、このヨークのナットを脱着するということがあるとき、まあ、本当気をつけてほしいんですけども、私のやったやり方はしない方がいいと思います。で、私のやったやり方っていうのがさっき言ったそのナットのマーキングで、位置をね、マーキングして同じ位置に戻すというやり方。中のオイルシールを変えると、その位置もちょっと変わるのかなと。で、ちょっと数字で表せないところもありまして、どんだけ締めるかっていうのは感覚に頼るところもあるみたいなんですね。で、プロの整備士の方でも、まあ、そういうふうにやっておられる方がいるそうなんで、まあ、参考程度にマーキングはした方がいいですけれども、まあ、それ以上にですね、このプロペラシャフトを外した後、このヨークを手で回してみて、まあ、当然サイドブレーキは解除した状態でフリーにして回してみて、その回すその抵抗というか力ですね、これを感覚的に覚えておいて、最後取り付けの時、そのまあ、感覚を思い出して締め付けるというのがいいかと思います。というのが、このヨークを止めてるピニオンのナットは、締めれば締めるほど、ヨークを回すのがどうも、硬くなるというか、重くなるみたいですね。緩いと、このヨークも軽く回ると。で、ちょうどいいところで収めるということなんですけども、今日ヨーク、回してみてちょっと軽く感じたんですね。もともともうちょっと重かったんじゃないかなと思いまして、まあそれも増し締めする理由の一つになったんですけど、3分の1強ですね、増し締めしますと少し重くなりまして、まあ何かが変わるかなと思いました。で、締め付けていく時の、なんて言いますか、ちょっと今ね、マフラーの太鼓の下でめっちゃ暑いんですよね。
もう顔から3センチのところにマフラーがありましてね、もう目は開けれないぐらいなんですけども。あの、トルクで言いますとね、多分100ニュートンもないと思いますね。私、スピンナーハンドルで回したんですけど、そんな重くない、硬くない締め付けでしたね、その3分の1というのは。で、中のカラーを潰しながらプリロードが締まっていくということなんですけども、回してると、このカラーが潰れていく感覚と、ある程度潰れると、そのプリロードに達して、まあ、ベアリングを、まあ、テーパー状のところに押し付けていくということですかね。その感覚を手で覚えないとあかんかなと。まあ、締め付けていくと、まあ、そういう感覚は確かにありまして、締め足らなかったのかなと、今のところ思ってます。これからする人ね、ぜひともそういうことを、まあ、注意しながらされた方がいいかと思います。トルクレンチの何ニュートンとかですね、ナットの締まったところの位置とかですね、まあ、そういうことだけでは、足らないと思います。この締め付け、これすごくアナログなところがあるのかなと、そう思います。3回目のテスト走行に行って今帰ってきました。全部で小1時間ぐらい運転しましたね。途中高速も乗りまして、ちょっとスピードも出してみました。で、デフのイオンですけども、もう再現せず。で、まあ全くなりませんでしたんで、もうこれで治ったかなと、様子見にしたいと思います。で、結局、そのピニオンナットの増し締め、まあ3分の1とちょっとと言いましたけども、だいたい12分の5ぐらいですね。まあ0時から5時ぐらいまでの180度足らずぐらいの増し締めをしましたね。で、それで、まあ、現状ですんで、もうこれ以上またバラして増し締めするということはもうしません。これでちょっと様子見たいと思います。デフですね、ちょっと舐めてましたね。触ることがある場合はプリロード、きっちり確認して、やった方がいいかなと、もうすごく勉強になりました。ということで、デフ周りの一連の作業、これで完了としたいと思います。最後まで見ていただいた方ありがとうございます。あとコメントいつもありがとうございます。またこんな動画これからも上げていきますのでよろしくお願いします。2時です。それでは。